八百駅は、岐阜県鴨国八百町行き市にあった、名古屋鉄道八百線の駅である。同線の廃線に伴い、2001年10月1日に廃駅となった。八百町の中心地からはやや離れていて、木曽川を渡った対岸に位置していた。廃線までは、三竹町に向かう広見線と八百町に向かう八百線が、明智駅において二つの線に分岐しており、当駅は、 八王子線の終着駅であった。プラットフォームは4両編成対応1面1線のみの有人駅だった。かつては丸山ダム方面まで線路が伸びていたため、側線が増設されており、三武駅のような東端式ではなかった。自動券売機等は一切なかった。開業当初は直流電化されており、1970年代には2両編成の 電車で運行されていたた休日には、池ける水子への観光客のための特など級列車が、7000系パノラマカー4両で乗り入れていた。1984年に、八王子線が、レールバスに置き換わってからは電化設備が撤去され、同時に、全列車化に伴いため、ホームの開け地方には運転士が安全確認に用いる、バック見設置されがあった。2001年に、八百線が廃線となり、 駅も廃駅になった後は、駅舎等は撤去されている。その後旧、駅前ロータリーを含めた敷地が宅地造成され、住宅が建築された。駅跡には、八王子駅跡と書かれた石碑とごく短い線路が残されている。AB 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。 電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第473号1986年12月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、富ず、名古屋鉄道路戦略図名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年、340ページ。ありがとうございます。